目の前に立ちはだかる高い高い壁。その向こうはどんな眺めだろうか。どんな風に見えるのだろうか。頂の景色、俺一人では決して見ることのできない景色。でも一人ではないのなら、カラスモじゃね。県内ではトップを争えるチームだった。一度だけだが全国へも行った。他校からの呼び名は落ちた強豪、飛べないカラス。もう一度あそこへ行く。優秀なナインはそれに見合った土壌がある。コンクリート出身、日向翔陽です。あなたをぶっ倒して全国へ行きます。負けは弱さの証明ですか。君たちにとって負けは試練なんじゃないですか。地に這いつくばった後、また立って歩けるのかという。君たちがそこに這いつくばったままならば、それこそが弱さの証明です。君たちが弱いということは伸びしろがあるということ。こんな楽しみなことはないでしょう。コートに残るのは勝ったやつ、強いやつだけど、勝ち残りたかったら強くなってみろよ。勝とうとしなきゃ勝てないよ。ちゃんとエースらしい働きしてみせます。俺の仕事はただひたすら繋ぐこと。ネットのこっち側にいる全員、俺なんか味方なんだよ。うちの野生児は騙せた。僕には通じないんだ。一人で勝てないのは当たり前です。負けたくないことに理由っている。僕は純粋に疑問なんですが、どうしてそんなに必死にやるんですか。たかがブロック一本、たかが25点中の1点、もしもその瞬間が来たら、お前がバレーにハマる瞬間だ。ドイツもこいつも妖怪みてえ。落ちた強豪、飛べないカラス。君たちをそういう風に言う者はもうどこにもいません。カラスは群れで大きな白足さえ殺すか。羽いっぱいに風を受けたカラスが今大空を舞っています。
どこまでも高く、どこまでも遠く。